ぶっちゃけ植えるだけ。はじめは最低でも5号の鉢です。植え替えは厳禁です。こんにちは、激花の古谷です。リアルタイムで見ている方はこんばんは、古谷です。今日はですね、初心者の方にも育てやすい枯れないお花3選ということでお届けしていきます。まあ、お花というよりも植物ですね。まあ、ここのところ若い方がすごくガーデニング始めたりとか、観葉植物を育て始めたりとかっていうのをお店でかなり見かけます。この植物はどうやって育てるの、こっちは、あっちは、植え替えは、肥料は、水は、みたいな感じでやっていくと結構ね、この迷宮に迷い込んでってしまうんですよ。それを一生懸命こうそっちの方向で努力していくと泥沼になります。なので、もう本当にね、育てるのが簡単なので、これをまずはやってみてっていうね、3つをちょっとお話ししていきたい、ご紹介したいなというふうに思っております。まあ、短い動画になるかとは思うので、最後までしっかり見ていただければと思います。育て始めて質問が出たらば概要欄見てください。ちゃんと僕の方でご質問お答えするというね、場所も作ってますので、よかったら詳細ご覧になってみてください。1つ目、パンジーとビオラです。これはね、もう本当に楽ちん、楽ちんそのものです。特にね、あのパンジービオラに関しては、お庭がある方、お庭がある方はもう本当に植えるだけ、ぶっちゃけ植えるだけで、肥料パラって撒くだけ以上みたいな感じで、めちゃくちゃ育てやすいです。特にですね、この秋冬っていうのは病気とか害虫がね、出にくいんですね。春からね、ガーデニング始めたっていう方はアブラムシの攻撃に遭ってしまったりとか、イモムシの攻撃に遭いまくって、もう何これ、もうお花やって思っちゃう方って結構多いと思うんですけど、この秋冬に関して言うと、とにかく虫が出ない、病気が出にくいので育てやすいっていうのがあるんですね。で、このパンジービオラなんですが、じゃあパンジーとビオラってどっちがいいのって感じで、どっちだろうって思われる方も多いと思うんですけど、僕がおすすめするのはビオラからスタートしてみてください。花数がとっても多いし、咲かせやすいお花の一つになります。パンジーはね、ビオラと比べて花の数は半分以下になってきます。それは単純に咲く個数っていうことで言っていくと、ビオラの方が圧倒的に多いんですね。で、花の個数が多いってことは、新しい花が咲いた時の喜びっていうのが味わいやすいじゃないですか。なので、そんなところからもビオラをおすすめします。で、簡単に言うと、植える、肥料をあげる、最初だけお水あげる以上で、お庭に地植えの場合には育っていきます。それぐらいしか言うことないぐらいめっちゃ簡単なんですよ。で、たくさん咲かせるとか、もっと大きくしたいとかっていう場合には、いろいろなね、方法っていうのはあるんですけど、僕的におすすめはビオラの DJ、 そして佐藤園芸さんのアンジュ、この2つがとってもパフォーマンスいいので、最初ね、あの初心者さんにはちょっと高いなって思うかもしれないんですけども、高いにはやっぱり理由があります。その理由っていうのは、やっぱり育てやすいっていうのと、丈夫、そして大きくなる、花がたくさん咲く、このあたりなんですね。慣れてきたらば、お安い、パンジービオラ買っていただいて、好きな色をチョイスしていただくのもいいと思います。まずは一番最初に一番いいものを使っていただくといいんじゃないかなというふうに思ってます。枯れないお花2つ目、このね、お花っていうよりも室内で楽しみたいっていう方結構多いんじゃないかなというふうに思います。室内の場合には、お花をね、無理に咲かせようとすると結構ね、これも、難しいので泥沼化します。泥沼化しちゃうんですよ。そもそもね、植物って外のものじゃないですか。外のものなので、外で育てるのが、まあ、一番いいんですね。なんですけど、日本には四季があって、秋冬寒くなってきます。寒い時に外で大丈夫なものっていうのはもう限られてるんですね。でも観葉植物が欲しい、緑が欲しいっていう方の場合には、観葉植物を育てるわけなんですが、この観葉植物の中でも簡単なものと難しいものとあります。雑誌とかでね、すごく高いけども葉っぱのこの形が変わってるとか、葉っぱの色がとか、
模様が素敵とかっていろいろあると思うんですけども、まあ、比較的手に入りやすくて、比較的お安くて丈夫、植え替えもしなくて大丈夫っていう観葉植物はポトスです。ポトスって思うかもしれませんが、ポトス、まあそもそも知らない、名前初めて聞いたっていう方に向けての動画なので、まあポトスでもね、いろんなポトスがあるんですよ。でちょっと僕のポトス持ってきます。もう僕園芸二十数年やってますけど、未だポトス大好きです。よく育ってくれるし丈夫、そしてもりもり育ってくれます。ちょっと持ってきますのでお待ちください。はい、僕のポトス持ってきました。じゃじゃじゃーん、すごくないですかこれ、ほら、僕これ育て始めてもう2年ですね。葉っぱの密度も素晴らしいし、まあ、ちょっと一部焼けてますけど、こう吊るしてね、部屋にハンガーラック買って吊るしてます。こんな感じ、毎日ね、こうちょっとずつお水あげたりとかしながら楽しんでいます。植え替えはですね、1回だけしました。でも鉢は大きくせずって感じなんですけど、こんな、まあこれはアクアセルっていうね、水やりのサポートツールを使ったりとか、 AC1 っていう、まあうちのオリジナルのアクアセル専用の肥料をあげたりとか、まあそんなことしながら育ててるんですけど、こんな感じでポトスはね、もうかなりラフに扱っても枯れにくいですし、何か工夫をすれば応えてくれます。すごくねお利口さんな観葉植物なので、とっても楽ちんに見栄えよく育ってくれます。でポトスにもいろんな種類があって、葉っぱの模様がね少しずつ違ったりとかするんですね。なので Google の検索でポトス種類とかで検索するといろんな品種が出てくるので、気に入ったものを今度は園芸店さんとかで聞きながら探して買ってみるっていうのもいいと思います。あのポット内の小さいやつ安いんで、そういうのをご購入される方も多いんですけど、これもパンジービオラと同じで、初めは最低でも5号の鉢です。5号っていうのは直径が15センチぐらい、僕のこっからここまでが 17.5 センチぐらいなんですね。なのでまあまあ大体同じぐらい、これぐらいかなっていう感じなんですけど、5号鉢以上のものを買ってください。そしてこの秋冬からスタートされるのであれば、植え替えは厳禁です。やっちゃダメ。あの植え替えするとこの時期は弱ります。なので、まあ、回復が難しくなってくるし、初心者の方が、例えばね具合が悪くなった植物を回復させるっていうのは一番難しい作業になってくるので、植え替えせずにそのままの鉢で育てていただくとめちゃくちゃ簡単です。さっき言ったアクアセルっていうものに関しては概要欄に貼ってありますんで、そちらも合わせて興味のある方は見てみてください。で最後、三つ目は、やっぱりね、こう、野菜とか、なんかやってみたい、畑やってみたいとか、ベランダ菜園やってみたいっていう方もいると思いますので、この秋冬、11月の中旬以降、植えられるもの、まあ、時期的には超絶ギリギリなんですが、玉ねぎです。玉ねぎ。玉ねぎの苗がホームセンターさんに今売ってます。暖かい地域の方は、この玉ねぎの苗が植えられます。ギリギリですけど、もうこの動画見終わったら即ホームセンターさん行って即植えるぐらいな勢いで、やっていただくといいと思います。でね、玉ねぎね、かなり栄養分を欲しがる野菜の一つなんですね。で収穫は来年の春以降になってきますね。春5月4月5月ぐらいかな、なんですけど、苗植えて放置ではないですけども、肥料とかあげながら育てていくと、立派な玉ねぎには、最初はね、なかなかって感じですけども、ちっちゃいね、玉ねぎ多分取れると思いますので、肥料足んないとね、土とかが肥えてないと、大きくはならないので、まあこれぐらいのね、玉ねぎでも、こう収穫できたらめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。なので、玉ねぎはおすすめかなっていうふうに思います。ただ、まあ今からね、その4月5月まで待ってるっていうのもなんかね、こう、って思うじゃないですか。わずか3日4日で収穫できて食べられる野菜あります。何か、かいわれ大根。これはね楽しいよ。あのね、園芸歴21年でしょ、僕園芸歴21年でもかいわれ大根めちゃ楽しいのよ。見てこれ、こんな
こんな結構いい加減なやり方でも、ほら、芽がいっぱい出てきてるでしょう。この、かいわれ大根を、種まいて、辛くて美味しいみたいな感じで楽しむ。これ、ちょうどね、4日目なんです。で、4日目、2日目、3日目ぐらいで発芽してきて、4日目、5日目でこう、どんどんこう大きくなってきます。なので、そこそこのところで収穫していただくといいと思います。水はね、変えないと腐るんで、こまめに水はね、足すだけじゃなくて変えてみてください。アクアセル、僕はね、アクアセルを切って、水に浸して引いて、その上に種をバラバラって巻きました。種はね、ダイソーで2袋100円です。これ、1袋分なんですよ。だから、かなり楽しめるので、かいわれ大根は楽ちんかなというふうに思います。もう枯れる前に食べちゃうしね。ということで、ぜひ、枯れない植物、枯れないお花、枯れない野菜ということで、やってみてください。この動画面白かった、役に立ったということであれば高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。時に指に刺さって痛い可愛くて撫でたら刺さって痛い抜こうと思ってみたけれど老眼で見えなくて抜けなくて痛い痛いけど可愛い。サボテンの針が刺さって痛い上返してる時に指に刺さって痛い可愛くて撫でたら刺さって痛い抜こうと思ってみたけれど老眼で見えなくて抜けなくて痛いそれでも可愛いサボテンちゃん痛いけど可愛い。ローラーラーラー